ゼッケン97番ダルメンサドバカフ、ゼッケン128番ボリーフェンジンロお渡しです。次97番ガルメサドバカフ選手、治療のため一旦試合を中断し、ご覧の消毒の演奏を行い、その後に試合を再開します。先ほどのガルメ選手の後頭部の傷について説明いたします。動脈性の強い出血がありましたが、主治医において一応止血いたしました。試合再開といたしますが、試合再開中にもし電流がずれたり、あるいは再出血が見られる際には、その時点をもちまして、ドクターストップとさせていただくことになります。ゼッケン97番ダルメンサドバカフ、ゼッケン128番ボリーフェンジンロ、お世話になります。
ゼッケン97番ダルベル・サズマコソフ選手、体重 87.25 キロ。ゼッケン128番森善中郎選手、79.2 キロ。10キロ以上の差がありませんでしたので、竹島による判定を行います。ゼッケン97番ダルベル・サズマコソフ選手、18番。ゼッケン128番森善中郎選手、12枚。それが全てこの試合は試合が毎日終わりになって、97番サドモト選手の勝利となります。Thank you.